ウォーレン・デ・マルティーニュ・オーレン・ジャスティン・デ・マルティーニは、ロックバンド・ラットのギタリスト。ニックネームはトーチ。ラットは1980年代半ばから後半にかけて人気を得た、ロサンゼルスの LA メタルバンドである。ウォーレンは、シカゴで、6人兄弟の末っ子として生まれた。上の兄弟の影響で、ロックに興味を持ち始めるが、そのことを、クラシックピアノを演奏する母と、無性映画で、 ピアノ伴奏をしていた祖母にも励まされた。母から7歳の時ギターをもらうが、彼は弾けず、ザ・フーのピート・タウンゼントのステージを見た時、それを叩き壊してしまう。その事件の後、歳月が経ち、そのまま彼には新しいギターを得る機会はなかった。15歳になったある日、クリスマスにもらったお金で彼自身再びギターを入手。基礎的なテクニックのレッスンを受け、 プレーグというバンドを結成する。その後、エアクラフトという別のバンドに加入。1979年には、ラホやハイスクールにて、少数の監修を前に初めてコンサートでプレイした。同時に、他のローカルバンドでも演奏し、サンディエゴにおいては、若く、再起に満ちたギタープレイヤーと認識されるようになる。1981年に彼は高校を卒業した。数年後、 ウォーレンはバンドミッキー・ラットに友人であるジェイク・イーリーの代役として参加。ジェイクがラフカット加入のためにラット脱退後正式加入。もう一人のラットのギタリストでありメインコンポーザーであったロビン・クロスビーはもともと彼の若年時代の憧れの存在であった。ウォレンはラウンドラウンド、レイ・ダウン、ボディトーク、ウェイ・クル・ジュニア、シェイム・シェイム・シェイムなど バンドにおけるヒット作の共作に貢献する。ラットは1980年代に5度のプラチナアルバムを1992年に解散するまでの間に獲得した。1994年にホワイトスネークにギタリストして加入。ツアーを成功させるが、アルバムの制作には参加せず脱退。2009年夏頃からラットとしての最新のアルバムをレコーディングを開始。 翌2010年、最新アルバムフェションをリリースした。最近のツアーでは、元クワイエット・ライオットのカルロス・カバーゾも、ギタリストとして参加している。しかしボビー・ブロッサーとの確執による脱退を経て、ウォーレン自身も2018年に脱退。ギターについては、ラット初期で、シャーベル製のカスタムコンポーネントギターを、その後期では、 フランクザッパタクに招待された際に触れた本人のギターの感触に惚れ込んで使い始めたケニー氏率いるパフォーマンスギター社のカスタムギターがメイン仕様にシフト。他にもフェンダージャパン製の改造ストラと等も好んで使うが、それらはすべてパフォーマンス社で改造及び整備されて現場投用されている模様。現在はラット時代のペイントと仕様を取り入れたシグネーチャー機が シャーベルから発売されている。ウェインシャーベルの現在のブランドであるウェインなども使用中である。各モデルのリアポジションに搭載されているピックアップはセイモアダンカンの JB。1991年頃のウォーオレンはフレットの形状についてジャンボフレットの先端を研磨して鋭角に尖らせる処理を施していた。彼なりのピッチの正確性の向上の追求結果であった。 アンプは、チューブ式のマーシャル、ソルダーの、ディーゼル等。エフェクターは一時期オーバードライブとして、ボスの OD-1、プロ CEO シャラットなども使用していたがペダルにはあまり、関わりはない模様。エコーを得るためにエフェクトループ接続で、スタジオクオリティのデジタルディレイを使用、また偶然にも歴史シャ製品をループさせることで、発生する独特のトーン変化を発見し、 エコー不要時にも常備接続していた時期もある。ありがとうございます。